天使の木村さんとかと、はい、あの同棲してて芸人さん何かで、はいはいはい、その時に、うん、あの完全にですけど1年後輩の天使木村さんが、うん、タメ口をずっと使ってたんですか、はいはい、家で、はいはい、でその後輩の前であんまやめやって言ってたじゃないですか、うんうん、やのに、うん、なんか木村さんも後半はもうタムチンって呼んでて、うんうん、で調子よかったらもうタムチンキー言うて田村さんのことをそうやな、タムチン今日鍋やけどって言って、うん、僕田村さんとおったら普通に帰ってきて、であの人も慣れきってるから、そのなんかああいうのは大丈夫やったんですか。いや全然大丈夫よ、今とかはもう全然やっぱり元戻るもんなんか、うん、でほんであの当時、うん、一緒に住んでて、で木村の方が年上やんか、うん、そうですね、うん、3つ上、結構上なんですね。そう、ほんであいつ4人兄弟の次男やねん、うん、だからどっちか言うたらお兄ちゃん寄りやねん。ああなるほど、4人兄弟の次男やから、そうそうそう、弟の方が多いから、はいはいはい、お兄ちゃん気質やねん、うん、で俺は一番下3人兄弟末っ子で一番下やから、うん、で社会経験もなかったしあの時、うん、でこうやっぱ普通に喋っていく中で木村の方がお兄ちゃんでしっかりしてたから、うん、自然となんか結構吉本で一番タブーというか、まあまあタメ口崩れる、先輩後輩崩れるっていうのはなかなかないんですけどね。そうな、むちゃくちゃ長いですよね。もうそうそう、だからほんな俺はだから長年経てよ、15年とか経って、もうあまりにも言い過ぎて喋っててお互いの面白さの方を優先してしまうから、もうタメ口お前いつまでいじってんねんとかいうのの積み重ねてのタメ口やん。でも木村のあれはちゃうからねあの次男坊気質が出て、そうそうそう、もうシンプルにタメ口になって、そうそうそう、あいつのもう将来の痛さによるタメ口やからでも最初尖ってましたね、うんうん、エロシーンとかやる前は、うん、だからまあでも別に俺もそれで怒りもないし別に、うん、でもめっちゃ普通でしたもん、うん、だって君は年上やしと思ってたし、やっぱ体育会系やから、あそっか、どっちか言うたらほんま年功序列にしてほしいぐらいで、まあ年上、そうそうだから俺あれ嫌やねん、あのな新喜劇の赤松くんとか分かんないっすもん、年上やねん、めっちゃ後輩やねんけど、めっちゃ後輩ほんでもう見た目がやっぱハゲてるからゴリゴリのおっさんやん、俺なんでこんな部長みたいなおっさんにタメ口使ってんやろっていう違和感覚えるから、確かに新喜劇の赤松さんは、うん、僕全く分からなかったですよ、ひょっとしたら何かのコンビでやってて、あそうそうそう、むちゃくちゃ長いんちゃうかなとか、そう、ね、そう東京よくあるんすよこの芸歴詐称な、あります、うん、ようおるんすよ実は先輩でしたみたいなことが、